みなぎです。先日も皆様のおかげでね、チャンネル登録者数が5万人を突破いたしました。本当にありがとうございます。もうそれもこれもあけみ全部ね、皆様のおかげですよ。ということで今日は5万人記念ということでね、さっき買い物がてら私の大好きな刺身たちをね、スーパーで購入してきました。ちょっと奮発しちゃったよ。まあこれらをね、食べながらね、ひたすら喋っていきたいと思います。これ一人暮らしあるあるなんだけど、いちいちね、醤油とかをね、何小皿とかに入れないんだよ。わかるかこれ、お前らにこの気持ちをくるか。へえ、わさびはいっぱい入れる派なんで、自分いっぱい入れていいですか。自分今回買った刺身がね、サーモンとね、なんとかマグロ、なんかちょっとマグロ炙ったみたいなやつ。いただきます。うまっ。食べる系の動画めちゃめちゃさ、魚率でかいよね。しかも生魚、これ黒くなってるのは炙ってるからだよ多分ね。うまっ。昨日カメラロールをね、整理してて分かったんだけど、約1年前の登録者数がね、6300人ぐらいだったんだよ。で今5万人でしょ。いやこれね、これそうっすよ、これ面白いっすよね。これ本当にね、すごいことよ。あんたたちのおかげやけん、分かっとるこれ。で私の目標は9月までにチャンネル登録者10万人なんですよ。だけんあと、まあもう5月として6、7、8、9、やば、あと4ヶ月しかない、やばいぞ。いやもうね、ここはね、こうなるともう皆様の力頼りですよ。みんなに拡散をお願いするしかないのよ。もうちょっと動画の頻度上げればって思うやろ。あのね、知っとるやろ私がクズなこと。このね、自粛中めちゃめちゃ暇じゃん。めちゃめちゃ暇なはずなのに、私家にいすぎて逆にサボっちゃうんだよ。動画撮影を自粛してた。この自粛前は普通にね、いやもうちょっと暇になったら私ももっと撮るけどとか言ってたけど、暇になったらなったでね、こういうタイプのクズってね、何かしら理由つけてサボんのよ。もう根本がクズだとマジで何もしないから。もう生活リズムは一周して、マジで今めちゃめちゃ健康的な生活をここ1週間ぐらい続けてる。夜の10時に寝て朝の6時に起きてる。やばくない？で朝起きてから夜の10時までずっと韓国ドラマ見てる。最近韓国ドラマにハマっちゃってさ、もうこれがもうさ、イケメンなのよ。あ、やばい、危ねえな。あのね、私が最近見てるねドラマはね、主君の太陽っていうねドラマがねあったっすね。韓国ドラマの冷徹なイケメン社長と幽霊が見えるね女性がね、恋に落ちていくね、あれっちゃけど、そのね冷徹な社長のね口癖がカジャさね、で意味は消えろって意味でさ、私も消えろって言われてーと思ってさ、消えろって言われてーわ、邪魔だ消えろって言われてーで消えて、おとなしく消えて、でも結局最後は好きになられて抱きしめられたいんですけど、よかですか、自分じゃダメっすかねと思うよねやっぱね。でさ、最近私インスタグラムでボックスフレッシュやったっけ、なんか最近みんなが流行っとるやん、みんなやっとるやん、みんなやっとる、なんか質問箱みたいなやつ、匿名質問箱みたいなやつ、私も暇すぎてあれやったっちゃけどさ、まあそこでさ、多分男性の方なんだろうけどさ、僕は胸毛がすごく濃ゆくて脱毛しようか迷ってますみたいな、どうすればいいですかみたいなの来てて、バカ野郎と、宝を捨てようとすんなお前たち、いいか、胸毛生えてるやつそのままにしとけよ。いや胸毛はね、基本的に体毛って本当に素敵なもんだから、なんかさ、なんだろう、私がさ胸毛生えてる人とかヒゲ生えてる人が好きって言ったらさ、変態じゃんってね言われるんだけど、なんでですかって、毛が、ちょっと聞いていいですか、自分毛が生えてない人が好きな人は変態じゃないんですか。いやでもきっとね、脱毛してほしいって女の子の方が多いけど、ヒゲ好きな女の子もいるよ私。いやそんなね、宝を自ら捨てるなんてもったいないことしなさんなって思うよ私は。まあ別にね、その自分の好きな女の子とか自分の彼女がね、その脱毛してほしいって言ったりするならとか、薄い方が好きって言うなら脱毛していいと思うけど、私がお前の彼女やったらブチ切れるけどな。ある日胸毛がなかったら、は？お前なんで胸毛ないと、何のために付き合ったと思っとっと怒るよ。ごめん、このさ毛の話をしたタイミングでさ、ちょっとお知らせしていいですか。あのね、質問コーナーをします。ここのコメント欄での質問も受け付けるし、私がツイッターとかインスタグラムにもね、またツイートしたりストーリーにあげたりするんで、その時に質問をねこう出してくれれば嬉しいです。5万人記念っていうのもあるし、やっぱネタに困ったら質問コーナーよね。私の更新頻度が下がってる時はやる気ない時かネタない時だけ、
この間さ YouTube でさなんかなんだっけあこれこれ合唱コンクールの時に本気になってそうってコメントが来てて、めちゃくちゃ本気だよ。その通り、もう歌うのが苦手やったらもう 口開けるとかだけでもしてんとか言っとった。いや本気なんだよね、私行事本気なんだよ。最近さ待って足しびれたねえくい。私なんで YouTube をねこんな続けられたりとか YouTube しようと思ったんかなと思って、それとやっぱりね小さい頃から普通だったのがコンプレックスだったんですよ。めっちゃいいゲップ出たし、君たちの周りにも時々いない？私そんな変わってるかな、私変わってるってさ変わってるアピールしてくる人いたでしょ。私も昔そういうタイプだったの。めっちゃめんどくさいやろ。なんかね私ちっちゃい頃からマジでめちゃめちゃ普通やったさ、それがめちゃめちゃコンプレックスでさ、授業中とかさ人と違う気づきができる子とかおったやん。ああいう子見てさ本当に羨ましくてすごいなと思っとって、自分なんて普通なんだろうと思って、なんで私こんな普通の考えしかできんとやろうってねずっと思っとったわけよ。ちょっとそっから数年後こじらせてさ自分変わってるアピールしたくてさ、いや私変わってるよとかめちゃめちゃ言ってたんだけど、まあねそういう子たちはね割とね普通な自分がコンプレックスだったりするのよ。私やけん普通やったけんが原文とかめっちゃ得意やったさ、現代文。なぜかっていうとやっぱり普通やけんが作者の気持ちを読み解きなさいとかさ、そういうのもねある程度勉強せんでも分かるタイプやったと。けど YouTube 始めて普通でよかったなって思った。例えばなんとかあるあるって私よく出すやん、あるある丸々あるあるよく出すやん。でそれでみんなが共感してくれるやん。それなんでかっていうとみんなもそうやけんさ、で割と普通の思考を持っとるわけやけんがみんなに親近感をね持たせることもできるし、共感してもらえる動画をね出すこともできるんですよ。だからね普通をね愛しましょう皆さん、普通でいいんですよ人間とか言ってたらね食べ終わっちゃったってことね。あんま中身ない話してたけど、とりあえず今回言いたいことは質問コーナーやりますってことだけですね。ストーリー出したりツイート出したりしますので、そこで質問出してくれると嬉しいです。そしてここのコメント、ここの動画のコメント欄からも抜粋して選んで質問コーナーに出します。はい、そんな感じでね本当にね5万人ありがとうございます。これからもねいつまで続けるかまだ決まってないけど長い間続けたいと思ってるんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。明日からチャンネル登録。